イクシュバークは、インド古代の伝説的なアヨーディア王で、秘シの祖とされる。パーリ語では、オッカーか、観約仏典では、感謝王と呼ばれる。イクシュバークの育種とは感謝を意味する。中世のプラーナ文献の多くは秘シの王党を、載せている。それらによれば、イクシュバークは、現在のマヌであるバイバスバタの長男であり、バイバスバタは、太陽神ビバスバトの子である。 さらに太陽神は、アーディティア神群に属するため、カシュヤパとアディティの子であり、カシュヤパは、プラジャーパティの一人である。マリーチの子、プラジャーパティは、ブラフマーの子とされるため、ブラフマーからの系図は、以下のように書ける。イクシュバークは、アヨーディアオシュトとして必死王朝を創始した。イクシュバークの子孫について、プラーナ文献では二つの説があり、第一の説では、イクシュバークには、 ビッククシ、ニミ、ダンダラ100人の子があったが、長男のビッククシがアヨーディアの王家を継承し、残る50人は北インドを、48人は南インドを治めた。またニミは東のビデーハに王朝を開いた。第2の説も、ビッククシが長男であった点は同様だが、ビッククシの子のうち15人がメール山の北を、114人が南を治めたとする。 イクシュバークの名は、リグベーダ10.604と、アタルバベーダ19.399に見えている。後者ではマヌに関係する人物のようである。ラーマーアヤナの主人公であるラーマは秘書に属し、従ってイクシュバークの末裔である。ラーマーアヤナの中では、ブラフマー神からラーマに至る秘書族の系図を2箇所に載せている。釈迦族もイクシュバークの子孫と伝えられる。パーリブッテンでは、 イクシュバークは、オッカーカと呼ばれている。フッツ本業修行の伝説では、王賀や草の王は王位を捨てて出家したが、白鳥と間違われていられて死んだ。しかし地面に落ちた地から二本の感謝が生え、中から童子と童女が出てきた。人々は童子を王位につけた。これが、感謝王であるという。カルパスートラによれば、ジャイナ教の二十四人のティールタンからはすべてイクシュバーク。 のの一族の出身であったという最初のティールタンからである、リシャバは特に感謝に関する伝説がある。リシャバは初めて出家した人物であるため、人々は彼に対して何をしたらいいのかわからなかった。最後に、シュレイアンサ王子が、感謝の汁を施し物として与えた。バイシャーカ月のシロブン3日に行われる悪者や、トリティアという宗教行事はこのことを記念する。ありがとうございます。